さ、ミーイングの答え、ミーイングの回答します。ツイッターライブ久しぶりですけども、ちょっとやっていこうかなと思ってます。声がちっちゃくてすいません。そんなわけで、じゃあやっていきます。最初のピーイング、これはですね、匿名スイカさん、なんかあのピーイングって匿名で質問するだけじゃなくて、なんか直接メッセージが送れるのかな。この方は直接メッセージを送ってきてくれたんだけど、読みますね。東方ベーシストです。ライブやジャムセッションなどでリンさんは自分のコンフォートゾーンの中で、演奏する部分とそこから踏み出して冒険する部分をどう切り分けて、どんな割合で演奏してますか。ライブやセッションでは、周りのプレイヤーに触発されて新しいこと、やったことがないことをトライしたくなりますが、ベースとしてはミスらないことも大切だと思います。私はついつい、新しいことをチャレンジしようとしてこけたり、逆にそれが怖くていつも同じやり慣れたことに、止まったりしてしまいます。こういう保守的なプレーと冒険のバランスについてリーさんの考えを教えてください。いい話、質問がいいね。とりあえず、まあ、多分この人の言うコンフォートゾーンの中で演奏する部分っていう中の、コンフォートゾーンっていうのは、多分なんつったらいいの、こうまあ冒険しないでずっとステイしてるってことでね、多分音源通りに弾くとかそういうことなのかな。音源通りなのか、なんかでもね、そうね、基本的になんかオリジナル通りに弾くとはいえ、結局オリジナルの人じゃないわけだから、わかる？CD で演奏されたメンツがじゃあオリジナルだとして、それをカバーするっていう時点でもうその人ではないわけだから、違うものになるのはもう当然のことなので、その時点でオリジナル通りにはいかないわけですよね。フィールとかも全部含めて、だってドラマーがじゃあ全然違う感じで叩いたらもうそれはもうすでに全然違うわけで、なのでだから最初からまあコンフォートゾーンというつもりで弾いてないっていうのが俺のあれかな。で多分この人は要はジャムとかなんかどっかこう演奏する現場でみんないろんな人がいる中で演奏するときにこうチャレンジしたいわけですよ。なんか多分ちょっとアドリブ入れてとか、ちょっとこうチョップス入れてとか、で、まあ、ここに書いてあるのがベースとしてはミスらないことも大切だと思います。俺でもこれもうなくなっちゃったんだよねミスっていいんじゃねえのって思っちゃって、だからミスってでも挑戦するのが俺の今のやり方かな。なんかついつい新しいことをチャレンジしようとしてこけたり、逆にそれが怖くていつもいつもやり慣れたことに止まったりしています。ぜひチャレンジしてこけてくださいって感じかな、俺からしたら。いや、それが例えばもうめっちゃシリアスな現場で、もう何5万人ぐらいが見てる会場でっていう状態でチャレンジするのは、それはちょっとチャレンジする前にその自分をレディーな状態にしなきゃいけないでしょ。要はこけちゃダメだから、その時は。だけどなんか例えば誰かとジャムってとか、スタジオに入って遊んでとか、そういう時はチャレンジするチャンスでしょ、それは。だから別にこけたとしても、まあ、笑ってごまかせる仲間なんだったらもうぜひチャレンジしてこけて、でこけた時に学ぶし、そうそうそう、これね、演奏以外も、全部日本人の人たちに全員言えることなんだけど、とりあえずね、間違っちゃうからチャレンジしないとか、なんかこう人に怒られるからチャレンジしないっていうのはちょっともったいないね。もったいないっていうか、ね、まあ分かると思うけどね、どんな人たちだってみんなこけてきてるわけ。
どんな今こうレジェンドと言われてる人たちだってみんなこけてきてるわけ、うん、だからぜひチャレンジしてこけて、でこけたところから学ぶ。なんでこけちゃったのかな、あそっか、ここが準備できてなかったからこけちゃったんだ、よしじゃあこれを練習しておこう、チャレンジしてみた、なんかリズムが狂っちゃった、あーリズムが狂っちゃったな、こけちゃったな、あーリズムが狂っちゃったからこけたんだ、よしじゃあリズムのトレーニングしようとか、ソロでこういうの弾こうと思った、あーなんか指がほずれて全然なんか全然弾こうと思ったものが弾けなかったってことは、そのフレーズが全然身に染めてないってことなんだから、それを練習する、あのチャレンジしてこけるということをやめたら逆に退化するんで、あのぜひチャレンジしてください。コンフォートゾーンなんてものはもうあの最初からありませんから、うん、言ってる意味わかります。なので今もう12人にね増えたからもう一回質問を言うけど、ライブやセッション、ライブやセッションなどで、自分の、こう守られたことしか弾かないんじゃなくて、いろいろチャレンジするしたりするしてますかってことを俺に聞いてきてるんだけど、あの常にチャレンジしてます。常にあの新しいことをやろうとしてるし、でそれも全部録音してるわけ。録音してて、あの例えばツイッターライブとか、あのなんかこうレコーダーとかがあるんだったらレコーダーとかで常にそれ自分で後で聞いてみて、でこけた時に、あこれがダメだったからこけたんだっていうのを別に後でもうね、学ぶチャンスっすよ。こけるとかチャレンジしてダメだった自分を知るとかって、あの前のツイッターライブでも言ったけど、己を知るってことはもうどれだけ大事なことかってことを改めてもう一回言います。あの自分ができてないものを知るためにはチャレンジすることが一番大事でしょ。チャレンジしてこけてなんか間違っちゃったとか、まあ間違っちゃったっていうか、あのなんかまあうまくいかなかったとか、そういうのそういうでうまくいかなかったのはなんでかって後で考えればいいだけで、あのそれはもう成長のチャンスなんで、ぜひともコンフォートゾーンにいるなんてことはしないでくださいっていうのが俺の意見かな。うん、ありがとうございます。この匿名スイカさん、すごいいい質問だね。すごくいい質問。うん、あのあたこれさ、これあの音楽関係ないからね、あの人生においても全部そうだから、あのこけないようにこけないように、なんかチャレンジしないで、なんか怒られないように怒られないようにチャレンジしないとか、そんなのもうありえない。そんもうあのこけてチャレンジして失敗してあの成長するんですよ人は、うん、だからもう失敗しまくってください、ぜひ。これが俺からの意見です。次の質問いきます。4弦ベースと5弦ベースと6弦ベースでは練習法をどのように変えればいいのですか。これもまたいい質問だな。あの同じベースだけど、まあ当たり前だけど5弦ベースは、まあ、大概というか普通の場合はこうこの GDAE のさらに上に太い B 弦っていうのがここに来るわけ。明らかに鳴らない音がここで鳴らせるわけで、うん、でどこってかね、あのこれも基本中の基本だけど、4弦だろうが4弦だろうが5弦だろうが6弦だろうが、まず指板上のどこに何の音があるかっていうのはもう当たり前のように把握しておかなきゃダメなわけですよ、うん、あの言葉しゃべるときにあいうえを書きくけろって全部言えるでしょ、全部発音できるでしょ。それと同じでここに何の音があるとか、そこでもう迷ってる時点でそれはもう楽器を扱えてないということになるので、あのどこに何の音があるかっていうのはちゃんと、まあ、把握してるっていうか、そのあのこれなこの音なんだっつって言って当てられるとかそういうことじゃなくて、例えばもうめっちゃシンプルな話、例えばじゃあまあ弦楽器の場合は E とか A とかでこういう開放弦っていうのは弾きやすいわけでしょ。で弾きやすい弦はとりあえず例えば E だったらあのE マイナーペンタとかあるでしょ、まあ、ブルースとかロックとか、まあ、ポップミュージックには必ずペンタトニックっていうのが付き物なんだけど、 E マイナーペンタって言った時にでこうまあオクターブ上まで行ったらこうなわけでしょ、ヌルヌルヌルでしょ。だけど E マイナーペンタってあのその5つのペンタトニックってペンタって5個っていうね、これは知ってるかな、まあそんなのどうでもいいか。要は E マイナーペンタの、まあ、E マイナーペンタなんてあの この E の開放弦からここまでいっぱいあるわけでしょ。だから
これ今全部弾いてる、ちょっと今ちょっと2度弾いちゃったけどそこはご愛嬌で、ペンタトニックだってもう、まあ、じゃあ今のはいいだけど、例えば D マイナーペンタとか D マイナーペンタもだけど、もっと上まで登っていけるかとか、だからどこに何の音があるかっていうのはちゃんと把握しておかなきゃいけないから、まあ、それがだから、まあ、分かった前提で話しますよって話ね。どこに何の音があるかっていうのはちゃんと、まあ、分かった状態だったとして、4弦と5弦と6弦ベースの練習方法の違いは、結局はで4弦の場合は要は、Gm ペンタって言った時にこの後ろのね、後ろのこの親指、後ろのこの親指を動かさずに行ける場所って言ったら、まあ、せいぜいこれぐらいじゃない。だけどこれが6弦ベースに変わったら、もっと上まで登れるし、もっと下まで下がれるわけでしょ。だからいける、俺の理論として、理論っていうか俺の練習法の理論として、いけるとこまで行くっていうのが俺 の, あの練習理論で、まあ、今 Gm ペンタで説明してたから、で Gm ペンタもここまで行ったらここまで行けるわけでしょ。だからこの6弦目から、あ、6弦じゃねえ、1弦目から、あ、1弦ってこっちか、1弦目から6弦目まで、Gm ペンタをしっかりここまでちゃんと弾けるように、で、あとどこに何あの音があるかっていうのをちゃんと分かって、弾く必要があるよね。で、基本的にベースは全部こう4度のこうチューニングの差になってるわけでしょ。だから別にね、ギターと違っていいのは、ギターの場合は下の2本はちょっとチューニングが違っちゃうじゃない。だけど6弦ベースのいいところは、全部4度で支配されてるわけだから、要は Gm ペンタって言ってもってやっても同じ指の形で、全部同じ指の形でこう弾けるわけだから、それもどこにあるのかっていうのをちゃんと把握する。で、あと、もっと大事なのは、ミュート。で、俺はこれはこの説明をするに値するほどのミュートの力というか、ミュートの技術が俺はちょっとまだ下手くそなんだけど、でも、基本的にはミュートの仕方っていくつかあって、例えば6弦ベース、今ちょっと5弦ないから申し訳ない、6弦ベースで説明しちゃうけど、例えば4弦だったら真ん中の4本が普通の4弦ベースで、低いのと下に、高いのに1本ずつ刺されて6弦ベースでしょ。で、こんだけ弦が太くて、で、こんだけあったら、まあ、ミュートがとにかく大変なわけで、ミュートをするということが、多弦ベースのもう第一条件で、で、俺の場合は、ミュートが下手だから、例えば上の方でソロ弾いたりした時に、要はこれミュート用ね、ミュート用のフレットラップってやつなんだけど、これがなかったら俺は本当にミュートが下手くそだからなんか例えば上の方で弾いたとして、バーンって鳴ってるでしょ。だからこの鳴ってるのが気になっちゃうから、俺の場合はもうこれでこれチャチャっとこっちにやって、ソロ取る時だけこっちにして、まあなんかこんな感じでミュートをしちゃってます。でも多分一般的にというか、まあフレットラップをしない場合は、一応まあ一番上の弦を弾くときはでいいわけでしょ。で、2番目の弦ね、を弾くときは、で弾けば、こいつがミュートできるわけでしょ。で、3番目の弦を弾くときは、ここに親指を置いて、こうやって弾けばミュートができてるわけ。で、次の弦にいたときも、まあ、俺の場合は、1個下に下げて、親指でこうやってやって、
親指でちょっと触るわけね、ここにこうやって、わかるかな。で、弾く。で、まあ、で、ジョン・パティ・トゥッチとか、ジョン・パティ・トゥッチって知ってる？ジョン・パティ・トゥッチって、チック・コリアのエレクトリックバンドでベース弾いてる人とかは、ここをもう思いっきり、もう親指のここを、こうやって思いっきりつけて、こうやってつけるんだよね。だけど多分人によっては逆にこっちのこの他の余ってる指でこうミュートして、なんか6弦目をこう弾いたりするんだけど、ミュートの仕方はみんな人それぞれでいいと思うのよ。要は指の大きさとか手の大きさが全然違うわけだから、ある人はこうやってミュートする方がやりやすいだろうし、ある人はこうやってミュートする方がやりやすいだろうし。で、俺ね手が超ちっちゃい人なの。手がね、俺実はすごいちっちゃくて、指がすごい、指は短いわけじゃないんだけど、とにかく手のひらがね超短くて、全然6弦ベース向きの指してないんですよ。だけど別に弾けてないわけじゃないと思うんだよね。で、それは多分指の長さじゃなくて、もうストレッチ、こう俺結構こうやってやってんだけど、これすごいいいよ、こうやってストレッチして、で、まあとにかくこう弾くんだけど、で俺の場合はミュートがもう最初から下手のが分かってるし、そもそも6弦ベースをもうあんまりこう現場に持ってかなくなっちゃったから、今4弦ベースを愛してるからね。だからなんかミュートの練習が、だから俺はミュートは下手くそなんだけど、だミュート下手くそになっちゃった代わりに、一応だからこういうバビー・ルイスとかがよくつけてるこういうフレットラップ、こういうのをつけてミュートをしてやってるかな。俺の場合はもともとこう指をすごい立てて弾くのが好きなのね。それは発音がいいから、指をすごく立てて弾く練習をしてるんだけど、すごくチューニングが悪くて申し訳ない。で、まあ指を立てて弾きたい、でしかも早く弾きたい場合はもうもはやこれに頼るしかないから、これに頼ってます。まあ、とにかく4弦ベース、5弦ベース、6弦ベースの多弦ベース、その 4,5,6 に対しての練習方法は、まずミュートを、自分のやり方を発見する、ミュートの自分のやり方を発見する。さっきも言ったけど、こう親指をつけてこう弾くのか、こっちの指でこうミュートしてこう弾くのか、で俺みたいにこういうフレットラップを使ってミュートするのか。ただこれの場合もうこの時点で開放弦はもう使えないわけだから、それちょっと考える必要があるでしょ。だからまあ俺の場合は開放弦が使えないから、じゃあ開放弦使わないためにどう弾くかってことを研究したりしてるわけ。だからまあ自分に合ったやり方をぜひ探してみてください。で、あとさっきも言ったけど、この指板上のどこにそのキーで弾ける場所があるかっていうのはもう当たり前のように把握しといてくださいってことね。ここまで登ったけど4弦ベースしか弾いたことないから、ここまで登ったけどそれ以上の Em の場所が分かりません、じゃあちょっとあれでしょ、多弦ベースの意味がなくなっちゃうでしょ。だから行き詰まんないように、Eで Em で登るんだったらとことん登れるとこまで登れるようにする。まあそんなとこかな。ミュートはすごく大事だと思います。ミュートの練習をすごくした方がいいと思います。はい、次の質問。ベース本体とシールド以外にライブやレコーディングに必ず持っていく機材はありますか？現場によるかな。なんかフィルター系の音が欲しいからそれを持ってきてって言われたらそれを持っていくし、でもそうだな、でも基本的に俺持ってくものはずっとレコーディングもライブも一緒で、これが、今のメインの4弦ベースね。で、ベース本体、シールド以外にでしょ。で、シールドも、よいしょ。シールドもね、なんか日本にいた時はシールドも結構何種類か持っていくようにとかしてたんだけど、なんか最近はそれしなくなったかな。というのも、なんか、まあ、タッチを変えたから、これいいなって思うシールドがもう見つかったらそれしか持っていかない。で、最近はそのニュークリア
カスタムってユウくんってベースの子が作ってるケーブルはすごくいいから、それをぜひ皆さんも試して、すごいいいから。でベース本体シールドでしょ、だから結局あと持ってくものって言ったら、アンプが必要だったらアンプ持ってくし、あとペダルが必要だったらペダル持ってくしかないじゃん。なので僕の答えはというか、俺が常に持ってってるのは、ちょっと俺のペダルを紹介しよう。俺ペダル持ってきてるかな。ああ車庫だ、車庫にあって今から取りに行くのめんどくさいめんどくさいというか、この19人を置いていくのちょっと悪いので、ズームってメーカーの、B3 っていう、マルチエフェクターなんだけど、それがね意外と優秀で結構それ使えるんだよね。まあその中で使ってるのってフェイザーと、あとフィルター、オートワウね、オートワウと、あとまあ中に一応モデリングされたプリアンプがいくつか入ってるんだけど、それをはなんかブースターの代わりに使ってるかな。ちょっと音量もちょっと欲しい時とかにそれを踏むぐらいで、あと POG って POG ってなんかソロとか撮るときにこうハイピッチの音が出るやつ、まあ、それも本当飛び道具的な感じで、まあ俺結構飛び道具も思いっきりベースラインに取り入れたりとかして遊んじゃう人なんだけど、それも持っていくね。あとオクターバーかな、オクターバーだけ持っていくときもあるね。でオクターバーだけ持っていくときとか、オクターバーがなんでそんなに必要かって言ったら、俺のメインは今4弦でこれ以上低い音が出ないから、だから4弦、ほとんどの現場は4弦でやっちゃってるんだけど今。でもなんかもっと低い音を、例えば D で思いっきりブーンっていう低い音が欲しい時とかに、俺ヒップショットがついてればいいけど、ここをねこうやってやる以外に低い音は出ないわけだから、そういう時のためにオクターバーを持っていきます。オクターバーだけ持っていくことがよくあります。あとは俺はね、実は意外とボリュームペダルが好きな人で、ボリューム奏法とかがすごく好きなんだよね。もともとボリューム奏法とか、ジェムスンの現場とかでも、まあ、ジェムスン自体がボリューム奏法、ボリューム奏法やってる俺のことが好きというふうに俺は思ってるんだけど彼はすごいボリューム奏法が好きだから、なんか曲中で、今ちょっとボリュームペダルも今セットアップしたらちょっと時間もったいないからあれだけど、結構持ってきます。うん、そうね、ボリュームペダルで、実はこれ結構ポイントなんだけど、ここから今から話すこと、俺ねコンプ絶対使わないんだよね。こう今18人見てる中でベーシストがいたとして、コンプはとか、そう、ね、コンプとかリミッターはね一番使いません。俺は一度も、日本にいた時になんか持ってたことあったけど、こっちに来てコンプ使おうって思ったことは一度もないですね。うん、理由は指でコントロールができるようになってきたからかな、多分。うん、そもそも俺パッシブのベースなんだけど、すごくパッシブのベースって結局すごいタッチがめっちゃ見えやすいというか、電池式のベースだとちっちゃく弾いても結構ガンって出ちゃうんだよね。だけどパッシブのベースって結構繊細でさ、意外と自分の指の力で歌の音量感っていうか、歌の熱量、ドラマーの人の熱量とかを指、まあ、耳で感知して指でこう押さえるわけ。なんかでこう盛り上がってきたらこうちょっとこう手抜き気味に弾くとかすればいいだけの話で、それに対してコンプってもうそもそも全然いらないんだよね、俺の中で。うん、だからコンプはほぼ使いません。コンプは持っていきません。タッチみんな研究してね。タッチの研究は絶対必要だから。なんかこう、音量がすごいちっちゃくなってもずっと感じてるもの一緒でなきゃいけないじゃない。でもその時にコンプかけてたら、ちっちゃく弾いててもちっちゃくならないじゃない。ってことは結局指のタッチを変えるしかなくて。で、それを変えられると、ボーカルの人が喜びます。なのでぜひみんなやってください。